はい、それでは前回の続きからやっていきましょう。明智に協力するか決めろっていうところで終わったんですが、今回はその続きをやっていきましょう。で、今日はやれることは特になくて、外には出られませんので、何やろうかな。あ、じゃあ今日は特に何もできなさそうだね。あ、そうだ。双葉とね、いろいろあったんだよ。ご主人が、宗次郎が予告状を見つけたんだったな。じゃあ今日はもう寝ようぜ。うわぁ、20% まで下がっちゃったね。これ。以上、新党結成が囁かれる獅童正義議員の街頭演説の模様をお伝えしました。20% ってさ、金城パレスに入る前ぐらいかな。獅童正義ね。続いて、奥村氏の死亡事件など、数々の容疑がかけられている怪盗団の続報です。3000万。警察は怪盗団を警察庁指定被疑者特別指名手配とし、怪盗団に関する有力な情報提供者に対して報奨金を支払うことを決めた模様です。3000万はやばいだろう。見ろ。情報提供者に対する報奨金は3000万円となっており、金額の大きさからも異例の事態であることが伺えます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。すごいな。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで怪盗団探しに目を光らせんだぞ。毎日それこそ学校の中でもだ。まあそういうことか。なんでこんなことになった。すまない。俺のことはいいんだよ。まあなんだ。やっぱ宗次郎優しいんだよね。気づいてやれなくて悪かった。こうなったらもう俺の責任だ。もう俺にできることはお前をかくまうことぐらいだ。宗次郎ってさ、最初はさ、あ、なんか嫌な感じだなって思う人もいたかと思うんだけど、すげえいい人なんだよね。絶対にやけを起こすんじゃねえぞ。分かってる。お前を売るような真似はしねえ。ここにいる限りは安心していい。ご主人にはすまないことをしたな。我が輩も責任を感じている。見ましたか、あの懸賞金。少しプレッシャーをかけすぎましたかね。悪い部長さんだな。これで大衆皆が怪盗団の敵となったも同然。あ、その通り。それで終焉です。賞金首とかやべえ。怪盗団探し始まるのか。やっぱこの学校にいんだろ。あ、確かに消されちゃうと思えば怖いか。でも3000万だぜ。夢ぐらい見させろよ。いや絶対なんかさ、通報して虚偽の情報を提供するやつとかいるよな。ニュース見たか。こうなると、こうなることは覚悟していたが、指名手配だもんね。逃げ切れる自信はない。良い後がないね。今日も集まんのか。指名手配だってよ。しかも3000万の賞金首ってか。漫画かよ。実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。熱い手のひら返しちゃったな。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと、全部本当に仕組まれてたのよ。奥村社長が1位になったことも、その前のブームもメジエドも、全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長を狙わせて。ああ、多分敵は
花から有名になった怪盗団に罪をなすりつけるつもりだったんだ。じゃあ私たちがやってきたことって何？悪人だと思って改心させてきたやつも本当は違うの？いえ、金城やマダラメは私やユウスケのことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨志田の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても故意に狙わされたのは前回だけのはず。うん、せこい手使いやがって。まったくだな。せこい？そんなもんじゃないわ。偽メジエドや怪盗サイトの改ざん、相手は一連のブームまで作り上げた可能性がある。そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、多分奥村社長だけじゃない。これまでの、そしてこれからの廃人化事件の罪、全部怪盗団にかぶせるつもりじゃ。なるほどね。だから俺は言ったんだ、迂闊に飛び込むなと。なんだよ俺のせいか。最後はてめえも同意しただろ。それにあん時は春のこともあった。放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応していれば。春、まあ誰も悪くないさ。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時ちゃんと言えば。くそーくそくそくそリュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ、なんで負けちまった。俺たちは何を間違えたんだ。わからないな。きっと我が輩たちらしくなかったのさ。なるほどね。そうだな、俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、本当そう。私自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。正義の怪盗団なのに本末転倒もいいところね。まあでも春のこともあったからな。自分に腹が立つ。まこと、分かってんだよ。はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。何とかしてに決まってんだろ。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか、それすら情報なしだ。しかもそこまでやる相手なら有力者か、かなりの後ろ盾を持っているな。私らで叶うの？もうやめとく。だってみんな今よりひどい目に。ねえ、どうしたらいい？まだ負けてないさ。ああ、ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に思うツボだろうがよ。それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、宣言撤回だ。やっぱ終われない。終われねえ。やるしかねえ。どうしたいかは決まったな。あとはどうするかだな。そうね。さあ、夜になりましたね。ん？あ、俺。あ、リュウジか。さっき怒鳴っちまっただろ、はめられてたとか。
わかんなくてよ。カッとなっちまって悪かった。まあ気持ちはわかるさ。お前も、まあそりゃ混乱するよな。指名手配だもんな。なんかさ、ジョーカーさ、すげえうなずいてっから眠そうなのかって思っちゃうけど。俺、鴨下に手あげた時と何も変わってねえのかな。こんな俺でも誰かを救えるかもって回答始めたのによ。頼られんの嬉しくてさ、いつの間にか舞い上がってたんだな。正義のためなら何してもいいって。それじゃあ今まで改心させてきた奴らと同じだ。あいつらをクズ呼ばわりして、一番のクズは俺だってオチ。笑えねえよ。まだ間に合うよ。そうだよな。こっから変わっていけばいいんだよな。ありがとな。モヤモヤしてたの。すっきりしたわ。春とか双葉とか怖がらせちまったよな。謝っとかねえと。じゃあな。なんだ、明智君から返事を聞かせてくれって。明日の放課後、場所はルブランを起こしてよ。上から目線だな。懸賞金発表の直後だ。これも計算だろう。なんとかなる。冷静に臨みましょう。ここが正念場だな。まあ今から気をもんでも仕方ない。落ち着いて明日を待とうぜ。よし、こんなところで終わってたまるか。絶対に黒幕を突き止めてやるぞ。そうだね。で今日はまた寝ようぜ。あ、一応できるね。そういえば闇ネット田中じゃなくて潜入道具で、よし、永久キーピックってのがあったんだけど、まだ作れないのか。これ作れたら作ろうかなと思ったんだけど、まだ作れないね。あ、ホーマホイホイ。何これ。あ、これめっちゃ便利じゃね。いっぱい作っちゃおうぜ。12個作れるし。どうした。じゃあ12個これ作っちゃいましょう。ん、一人で作る。よっしゃあ、まあ器用はもう上がんないからな。いいぞ。さてと、議員なんですよね。与党分裂、新党結成って噂もあるし、こりゃ年末ぐらいに選挙になるかもな。うん、俺今回は選挙に行きますよ。この人に投票します。お前今まで選挙行ってねえの。社会人としてそりゃどうかと。俺今まで政治に興味なかったけど、この議員なんかすげえじゃないですか。ミーハーだな。熱意があってちゃんと未来を考えてて、こういう人が総理になるべきっす。俺絶対この人に投票します。まあ他の政治家じゃ頼りないし、そうなるよな。
捜査に協力しろって、私たちに何をさせるつもり？ん？そうだね、まずはコーヒーもらえるかな。余裕ぶっこいてんじゃねえ。手短にお願い。指名手配に加え懸賞金までとは、かなり切羽詰まっているみたいだね。サエさんの方だよ。君たちの方も焦ってるだろうけど、うん、ここまでやるなんて相当追い詰められてるんだろうね。あれ出したのはサエか。指名手配で注目を集め、懸賞金を餌に証言を集める、悪くない手だ。警察は私たちのことを掴んでいない。逮捕できるわけがない。そうだね、君たちの正体にまで気づいているのは僕だけだ。だが証言者を捏造して犯人をでっち上げる準備は着々と進んでいる。もうガキはいい、本題を言え。担当直入に言おう。サエさんを改心させようと思ってる。彼女にパレスがあることは調べがついてる。なんだって？え、そうなの？捜査機関の暴走を阻止するためか。その通り。だからって改心させなくても。たかが一人の捏造でそんなことができるとは考えにくい。それがそうでもないんだ。周りの人間が捏造を黙認するとしたら。うん。警察がそんなことするってのか。部長も言ってたしな、何が何でもってな。信用されてるんだな。向こうは事態の収束が最優先だ。もはや犯人はどうでもいいらしい。そんな。腐ってやがる。僕の目的は真犯人を探すこと。それは君たちも同じはずだ。だが今の状況は非常にまずい。真犯人どころか、最悪の場合無関係の人間が犯人にされてしまうか。唯一の解決法はサエさんの目を覚まさせること。正気の彼女ならこの状況を止められる。彼女の正義が許さないはずだ。そういうことだったのね。真実が闇に葬られ、無実の人の人生が狂わされる。そんなのがまかり通るのは許せない。僕の正義が許さない。その気持ちはまあわかるけどよ。それにサエさんを改心させることは彼女を守るためでもある。どういうこと？怪盗団捜査の責任者がサエさんであると廃人化の犯人が知ったらどうなる？ああ。命が狙われる可能性が高い。怪盗団に罪を着せる格好のターゲットでもあるしね。どうだい？僕の話乗ってくれるかな？正義にこだわるのに、正義のためなら手を汚すというのか。真相を突き止めるためには仕方ない。それにサエさんを改心させるメリットはもう一つある。手を出すなという警告になる。うん。捜査関係者に改心が起きても公にはできない。すれば自分たちの不正まで表に出てしまうからね。あとは僕が真犯人を突き止めるだけだ。おいしいところ持ってくのかよ。どういうこと？真犯人が逮捕されたら解散宣言を出せって言うんでしょ。さすが。どうだい、お互い悪くない話だろ。まことどうなんだ？よくできた計画だわ。ご丁寧に私たちを終わりにさせるところまで入ってる。お褒めいただけて光栄だよ。なぜそこまでするの？明智君にとって正義って何なの？最低な大人。そうだね、そいつへの反骨心が僕の正義の源だ。誰ですか？社会のためとか理想のためとか、そんな大層な理由じゃない。極めて個人的で、ただのくだらない恨みだ。お前。
なんか私たちと似てない？まあ過去にいろいろあったって言ってたからな。確かにな。うん、最低な大人のせいでムカつかされたこととかね。似た者同士か。だから僕は君たちにこんなこと頼もうと思えたのかな。サエさんを改心させるって作戦、協力してくれるかな？協力しよう。ありがとう。内心ヒヤヒヤしてたんだ。君たちが協力してくれないとこの作戦成立しないからね。怪盗団は消滅、全てが丸く収まるか。うまくいくといいんだが。まこちゃん、私は平気。それにみんなには黙ってたけど、私が怪盗団に入ったのはね、お姉ちゃんを改心させたかったから。現実にならないことを願ってたけど。あ、そうだったんだ。アレスがあるのもだいぶ前から知ってた。あ、知ってたの？なんで言ってくれなかったの？こんな自分勝手な理由。ただそれ以上のことは怖くて調べてないけどね。じゃあ下調べも兼ねて今から行ってみないか。いろいろ初めてだから慣れておきたいしね。ごめん、今日はちょっと用事が。ん？そうか、残念だな。なんだ？このことをお姉さんに。もちろん話さないわ。ただ珍しく歯切れが悪いな。どうかしたのか？ちょっと今日はね。じゃあ明日から始めるってことで今日はお開きにしようか。まあもしかして。みんなごめんね。お父さんの命日かな。まこと、なんか変じゃなかったか？いや、姉のことだからかね。まあ仕方ないか。とにかく明日からか。うまくいくといいな。ん？戻ったぞ。私にパレスが、しかも明智五郎って。じゃあ怪盗団は彼の手引きで私を狙ったの？しかも奥村の時点ではもう異世界を体験していた。まさか。だって彼そんなの一言も。そういえば彼、あの頃から急に態度が変わったわ。あの頃、明智君は一番大事な話をだんまり。同居する妹は怪盗かもしれない。もし本当なら陣頭指揮が聞いて呆れるわ。私一人蚊帳の外じゃない。身に覚えのない廃人化の連発で君は別の悪党の存在を確信した。そしてもし全ての罪を負ったまま自分が捕まれば、悪党は完全に野放しになる。だから私を狙ったと。自分の保身のためじゃなく。その通りだ。一応理にはかなってるわね。ただ捕まりたくないだけなら、私を改心させるなんて保証にならない。改心が起きた後も怪盗行為は敵視され続けるかもしれない。まさか悪党が実在して、しかも怪盗団をはめようとしていたなら、次に狙われるのはこの私。それひょっとして誠の意見？ああ、何のことだ？考えすぎかしら。明智が言ってたよな。ん？ちょっと気をしっかり持ちなさい。もうボロボロみたいね。でも負け犬の顔にも見えない。どうしてかしら。負けてないから。呆れた。まだ話せるみたいね。
君、逮捕された時現場の男からお前は売られたと言われたそうね。ああ、言われてたな。普通に聞けば裏切り者の存在を示唆する言葉。もしこれまでの話が本当なら、一つ推論が成り立つわ。悔しいけれど、ある時点から、いえ、多分最初から私は大飾り、後で責任を取らせるためだけの存在。君の逮捕には誰かの意図があって、直接関わる最小限の者にだけ息がかかっていた。もしそうなら、本当の正義はむしろ君の側に。お、話を受け入れ始めた。審判6ですね。よし。いえ、結論を急ぎすぎね。まだ君を信じたわけじゃない。だからこそ確かめたいことがあるのよ。私は改心されたの。ああ、こっから明らかになるか。私のパレスに入ってから逮捕までに何があったのか聞かせてもらうわよ。了解。さあ、もうすぐでチュートリアルとつながりますね。夜。頼みってなんだ？夜分だぞ。パレスに行くことになったからな。新島のことを調べてほしい。仕事ぶりとか交友関係とか、公私構わないでやってくれ。パレスで足止め食らってもすぐに対策立てられるようにな。もっと調べられるよ、下着のレパートリーとか。え？女の子がそういうこと言うもんじゃないぜ。お前も行ってやってくれ。すごい腕だな。食いつくなよ。あと、これは考えすぎかもしれんが、我が輩の声。いつもと同じ。最後まで聞けって。ちょっと調べてほしいんだよ。おや、なんだこれは。さあ、土曜日ですね。今日は新島パレスに行くって感じかな。ああ、政治に怪盗団にいろいろあるな。今日どこ集合？裁判所よ。どこにあんの？ヒント、官庁街、下ヶ関か。普通の人はあまり行かないよね。地図見てるけどすごいな。警視庁に法務省、警察庁に公安調査庁、国会議事堂もある。まだ身元は割れてないはず。まさに敵の懐に飛び込むわけだ。明智に連絡は？現地で落ち合うことになっている。場所が場所だけにみんな気をつけてね。さあ、放課後ですね。ここが裁判所か。見るからに胸クソ悪い建物だな。さっさと始めようぜ。明智、何が分かったんだ？直接会う機会は少ないけど、紗英さんの段取りは見て取れる。多分20日に囚人学園と、あと君のいる桜家に強制捜査が入る。え、なんで？マジか！ということは11月20日が期限か。ただ向こうも相当な強行軍のはずだ。20日より前倒しにはならないと思う。信じるわ。今はパレスの攻略に集中しましょう。同感だ。それに早く行った方がいい。僕らみたいなのがここでこうしているのなかなか不自然だからね。それじゃあ。お、それ、え、僕のスマホが何？あ、欲しかった機種。いいなー。
あ、そういうことか。ごめんなさい。実はその双葉はこの前まで。さえさんから大体は聞いてる。そうだ、明智くん。私以外とも連絡先交換しておいた方が。いや、ジョーカー持ってんだよな。まあ、そうだね。おお。じゃあ連絡先は私からみんなの明智くんに送るわ。ああ、ありがとう。じゃあよろしく。全力を尽くそう。性格のいいイケメンなんてチートだな。褒めているはずだ。じゃあ始めようか。誠の姉貴が裁判所を何だと思ってっかだな。ああ、そうか。勝たなければいけない勝負の場ってよく言ってる。勝負か、さえさんらしいな。そんな調子で裁判にかけられちゃたまらないかな。だが勝負というと試合だな。格闘技のリングか。該当しません。なら競技場？闘技場かしら。該当しません。戦いやスポーツ以外にも勝負事はある。ギャンブルだ。うん。競馬場とか、あとパチンコはギャンブルなんだっけ。修学旅行の時トランプしたぜ。該当しません。他何かある？カジノよ、きっと。ああ、分かってんのか。候補が見つかりました。さすが、サエさんの妹だね。じゃあ、いよいよ行くぜ。ナビゲーションを開始します。さあ、ケイチはどんな格好してんのか楽しみですね。あそこは右だ。見つかるなよ。あの奥のか。一体どういうこと？裁判所があれってことだよね。みたいね。急ごう。うん。さあ、繋がりましたね。裁判所がカジノ。他は普通の街並みなんだな。あれは警察署だね。警察署と裁判所って隣同士なんだ。服装が変わらないということはまだ警戒も敵視もされてないということか。まあな、パレスの裁判所以外は警戒の対象外ということだろうぜ。なるほどね。いや、我が輩はあえてこの姿なの。特別だからな。第一、猫のまんまじゃ困るだろう。隣の警察署も仕事場には違いないんだけどね。事件の犯人を捕まえたら出入りするし、出向中のお姉ちゃんに荷物やお弁当を届けに行ったことあるよ。警察は用なしだろ。異世界つっても警察には入りたくねえよ。そういえば彼にもコードネームが必要だね。ああ、コードネーム。怪盗が本名もろ出しとかダメだろ。カッコつかねえし。あ、ケチだから。なんだろうな。ちなみにみんなのはスカル。フォックスだ。だいたい見た目で決めてるよね。何、ハル。ううん、何でも。ん？なら僕はカラスってとこかな。黒か。真っ黒とか。むしろ逆さ。
バレないためのコードネームならそっちの方がいいだろ。カラス、一人だけ和風だな。なら英語でクローだね。よし、今からお前はクローだ。了解した。じゃあ、お目当ての裁判所に行こうぜ。いいか、まずはいつも通りだ。侵入経路を探すぞ。感じるぞ。ん、これメンバーがね、変えるか。ちょっといいかい。よろしく頼む。おや、アンと変わる。決まりだね。よし、このメンバーで行きましょう。行くぞ、アキチ。潜入経路、正面からはいけないよな。ちょっと認知の人間がいっぱいいるな。ゴミ箱、この上か。でね、このね、新島パレス、ちょっと BGM 結構ね、今聞いてたんだけど、やっぱ何回聞いてもいいんだよな。個人的にね、新島パレスのね、 BGM はもうね、めちゃんこ好きなんですよ。うん、よーし、今度は侵入できそうだな。レッツゴー。あ、変わった。これ警戒されてるってことだ。仮面長つか、お前隠れて盗む自覚ねえだろう。派手だな、おい。こいつにとっての反逆者のイメージがそれってことなんだろうぜ。ジョーカーと反対じゃねえかよ。正義を貫く人ってイメージだけどね。確かに貫きそうな仮面。確かに。それはそうと、中にいる人たち見た目は普通ね。でも見ての通りド派手なカジノだ。ここがパレスなのは間違いない。そっか、クローは認知の存在とかまだよく知らないんだっけ。パレスは主が見た現実の景色が元になっている。だから地形だけじゃなく認知上の人間もいる。おっと、あれ、専門用語ばっかで意味わかんねえよな。要するに本物の人間とウリ二つってことは、サエさんの人を見る目は意外と歪んでないわけか。うん、やっぱ賢いな、明智。でもこれじゃあ現実のカジノと言われてもちょっと見分けがつかないかもな。だが双葉や奥村社長のパレスでは認知上の人間と戦闘になるケースもあった。人に見えても油断は禁物。特にディーラーなどカジノの運営側に立つ連中は要注意だ。君たちは毎回こんなことを。そうだ、初めてだ。僕ちょっと緊張してる。足引っ張るなよ、クロー。さあ、どんなペルソナなのか見てみたいな。僕に限ってそれはない。やけに自信過剰だな。いよいよ乗り込むぜ。攻略の期限は11月20日だ。それ以上敵に時間をやると普通に捕まっちまう。もちろんルートを確保してから予告状を出す。手順もいつも通りだぜ。あの予告状、ただのカッコつけじゃなくてやっぱり出す必要があるんだね。なんか子供か。話の腰を折らないでくれる。ごめん。さて、じゃあ行きましょう。緊張するね。じゃあまずはルート確保だね。感じる。よし、行くか。パレス攻略、レッツゴー。とりあえず目の前のね、黄色のやつだけ取っちゃおう。いや、ついにね、チュートリアルで行ったパレスに侵入することができましたね。なんかいろいろあるな。ん、よいしょ。で、ここもどんな風に変わってんのかな。
まあチュートリアルでもう変わってるとこがあったけどね。あ、閉まってんな。これは？ああ、ダメだよな。うん、じゃああそこの穴から入っていきましょう。よいしょ。あ、でね、水銀ってのをね、ちょっとゲットしたいんだよな。ようこそ。出てらっしゃい、コソドロさんたち。あら、バレてんじゃん。あ、俺ら見つかってんぞ。なんかすげえセクシーな格好だな。お目当てはお宝でしょ。いらっしゃい。どこにあるか教えてあげる。お宝の場所を教えるだと？そんな口車に。嘘じゃないわ。私は正々堂々と勝負したいだけ。まさか逃げたりしないわよね。ここは従おう。今さら隠れても意味はないよ。だな。来たわね。うわ、すげえな。お宝は建物の最上階、支配人フロアにあるわ。どうして教えるの？言ったでしょ、正々堂々と勝負したいだけ。まずは上がっていらっしゃい。話はそれからね。消えた。おお、エレベーターか。あそこだ。あのエレベーターで上の階に行けるらしいね。追いかけよう、ジョーカー。彼女を追いかけよう、ジョーカー。了解。あ、上になんかあんじゃないかな。開かないか、これ。開かないか。で、あそこの下の扉はセーフルーム。お、セーフルーム。一休みできるわね。よし、行くぜ。何があるかわからないからね。しっかり探索しておこう。何か。じゃあエレベーターで追いかけよう。メンバーズカードを認証してください。あら。メンバーズカード？スロットクラブじゃないから。カタカナばっかかよ。ちゃんと説明しろって。一般的なカジノにはスロットクラブっていう会員制度があるんだ。詳しいな。メンバーはランクによってプレイするフロアが分けられてるところもある。ここの様子じゃそういうシステムがあってもおかしくないと思ったんだけど。だったら話は早いじゃん。入ろうぜ、そのクラブってやつによ。まあそうなんだけど。シャドウ。おや、やはりか。正面からメンバー登録なんかさせてもらえそうにないね。まずは上がってこいとはそういうことか。上がれるものなら来てみろと。来るぞ。おお。大丈夫、僕に任せてくれ。いいところを見せておかないとね。期待してるぜ。期待以上を約束するよ。おお。きっちりしてんな。じゃあ始めようか。大丈夫、僕に任せて。ロビンフットって書いてあるね。イコロセロビンフット。ペルソナー。あ、ステータス見るか。僕の恐ろしさを味わえ。あー、なるほどね。めっちゃヒーローっぽいよね。マントもあるし。で、メギドラを覚えていて、祝、呪音が苦手と。補助魔法の SP 消費量が半分になることがあるという特性を持っていると。何しようかな。メガトンレイド。これでいいか。メガトン特大ダメージ。いけ。あれ？外れてんじゃん。ブレイダー。一
痛いな。仕方ない。マハラクガチャ使っとくが。コスプレガンナー言われてるけど。銃は？ああはいはいはい。ピストルのなんていうピストルだっけかな。メガトンレイド。お、ナイス。行くぜ。お、やったね。ナイス。めっちゃダンスするやん。なかなかやるじゃない。まだまだこんなものじゃないよ。さあ早くシャドウ。ちょっと待って、さっきの言われ方だとこの先待ち伏せとかされてそうじゃない。そう、ね、私もそう思う。急ぎたいところではあるけど、侵入経路は分かったんだし、一旦戻って準備をした方がいいよ。分かった、先輩の意見に従うよ。準備をしてからまた来よう。まあこんな感じでパレスはまた明日から攻略って感じかな。今日は驚きの連続だった。これからよろしく。こちらこそ。今後の段取りについて説明がいるな。まずはルートを確保、それから予告状だね。予告状を出すことで欲望の確保を具現化させる。改心が果たされる。おお、100点満点。何があるかわからない。慎重に行きましょう。パレスに行くときは連絡もらえるんだよね。もちろん。わかった、最優先で駆けつけるよ。今日はこれくらいで明日からに備えましょう。もっとはしゃぎすぎたかな。失敗は許されない。とにかく頼んだぞ。ご期待に添えるよう努力するよ。いよいよ正念場だぞ。心してかかれよ。了解。いやー、こっから盛り上がってくわけなんですよ。よし、一世一代の大勝負だ。新島の心を盗んでやろうぜ。あれ、三島。でも俺は信じてる。カイトダンは無実だって。アンケートの質問変えておいた。早速荒れてるけど。カイトダンはヒーローじゃなきゃ俺も困るし。早くお目を晴らしてくれよ。頼んだからな。荒れてんのかよ。人気はどん底だもんな。まあ仕方ないよね。じゃあ今日は何ができるのかな。ゲームを遊ぼう。まあやれることはないんですが、外に出ることもできない。あ、できんのかな。行ってみる。おい、無理か。おい、ほんじゃあ今日はカレー作ってみたいな。ハマってないか。ほんじゃあね、今日はゲームで遊びますか。これやりたいところなんですが、度胸を上げたいので豪傑、豪傑寺一味かな。よし、これは何だろう。剣法使いが、あ、どちらも体力が減ってきたな。必殺技が決まれば勝てそうだ。敵は気絶したぞ。必殺技を決めるんだ。方向キーを入力し丸ボタンを押しましょう。矢印通り下斜め、あ、そっか。なんでジャンプしたか。敵が来るぞ。あ、必殺技出せなかったな。あそこで出してれば勝ってたんじゃないか。これがね、割と難しいんだよね。ゲームオーバーか。切ない画面だぜ。あ、これでも上がるんだね。いや、個人的にこのコマンドが一番難しかったかな。で、なんかね、簡単にする方法が確かあったんだよね。で、このコマンドは一回入力するとミスって終わるっていうね。あ、ちょっといい。話したいことがあるんだ。今日時間ある？飯食いながら携帯いじってんじゃねえ。集中して食いやがれ。ごめんなさい。怒られちゃったな。さっさと食べて、2回で返事しようぜ。で、今日は、まあ、小田くんのコープやるのもいいし、攻略するのもありだね。いよいよね。何があっても絶対に改心させてみせる。そうだな。大
頼りにしてるわ。私たちには私たちのやり方があるものね。いつも通りに進めましょう。任せておけ。信頼してる。だからお願い、力を貸してね。おい。じっくり時間をかけて準備しろ。作戦成功のためなら何をしちゃっていい。頼んだぜ、リーダー。よーし。この作戦絶対成功させるぞ。課された期日までターゲットの心を盗み出しましょう。ミッションスタート。来ました。なあ、エメントスのターゲットの情報みんなと共有しといた方がいいんじゃないか。そうだね。千早とホームレス、桐谷陽平。危ないやつね。でね、今回はちょっとここら辺で終わっておきましょうか。次回はパレス攻略はしないかな。いろいろコートを進めて準備をして挑みましょう。あとね、マハス組んだ、ようやくこれで動けるようになったんで、次回は、軽視者、じゃないな、豪気の、双子のコープもやろうかなと思います。それでは、また次回お会いしましょう。グッバイ。